おう、みんな集まってくれ、お前の衆。なんだなんだなんだ、何か言おうか。だってね、この頃おめどこでも流行ってる野球があるじゃねえか。ああ、こっちでも一つやりたいもんだね。あれ難しいだろ。いや、大して難しくねえんだよ。俺役割ぐらい知ってるんだからね。俺が決めてやるからみんな承知してくれよ。よし、じゃあお前決めてくれよ。よし、決めるからそこに並んでつくれ。片っ端から決めちまうから。あ、第一番お前なんね。お前ペッチャーになれ。え、ペッチャー。なんだよ、ペッチャーってな。真ん中で周りを放る役があるんだよ。これが英語でペッチャーってんだ。なんだかペッチャーってな。いいんだよ。で、その次の次郎さんはね、キャッキャーになってくれ。キャッキャー、俺キャッキャーよすよ、おい。木登りできねえから、誰が猿の真似しろってんで。ペッチャーが周りを放ると受け取るのはキャッキャーってんだ。あ、受け取るのはキャッキャーってんのか。見てんな、ゴリラか。そんなことは言わねえよ。で、ペッチャー、キャッキャー、これできたんだ。あと曲がり角、え、曲がり角、どこの曲がり角、電車通りの、電車通りじゃないよ、一番の曲がり角、一番の曲がり角はゴロちゃん、え、二番の曲がり角がサブちゃん、三番の曲がり角がヨッちゃん、三番と二番の間をマガマガするやつがあるんだけどな、誰かマガマガしねえかな、おい、お前マガマガしろい、俺やだよマガマガすんな、いや英語でもってショートケーキって役だよ、え。ショートケーキ。ショートケーキ、こいつは迷惑だな。ショートケーキやろうじゃねえか。あとコーヒーかないか。コーヒーなんてのはないよ。その代わりそばに紅茶がついてるってんだ。これで全部ねえや決まったから、あとゲーヤだ。え、あとゲーヤ。なんだよゲーヤてえな。ねえやてえな、四角のことを英語でねえやてんだ。あ、四角がねえやか。マルキはバーやか。黙ってろよ。いいかい、これで、右と左と真ん中三人手上げ作れ。これでゲーヤもできたんだ。一人余ったか。よし、お前バッタになれ。なんだよバッタというな。あの棒持ってな、向こうから来る周りを引っ張ったきゃいいんだ。よし、引っ張こうぜ。で、これで役割は全部できたんだが、あと手袋の親方だ。何を、手袋の親方。なんだよ手袋の親方というな。あの手はめるのがあるだろ、土台物手袋みたいなやつ。あれがなきゃ具合が悪いんだよ。手袋なきだっていいじゃねえか。手袋なきゃ損だよ。周りを取るとき受け取る範囲が狭きゃ損じゃねえか。じゃあたらいお湯汲んでだ、みんなの手をつけとこうじゃねえか。でふやけたとこで、バカなこと言いねえな。みんな手袋自分の自然でも構わねえ、周りやつにはめとけよ。それからキャッキャーはな、あの赤ん坊の布団があるだろ、細長えな、あいつに端に紐をつけてね、首かけつくんねえ、それキャッキャーのその胸汗になるんだから。だからおめんねえか、おめん、どんなおめん、格子になったおめん、格子になったおめんはねえ、うちにひょっとこならあるよ。ひょっとこ、ひょっとこでも仕方はねえよ、ひょっとこ持ってきねえ。だからみかんを20銭か30銭買ってきなよ。すぐ裏行ってクレーボールにするから。え、クレーボール。おい、みかん買ってきたか、ご苦労ご苦労。それじゃあすぐ裏の腹いっぱいってやっつけよ。で、ここで野球やる前にいっぺん俺は演説するぞ。何の演説だい。だって俺が野球の今組長じゃねえか。野球についてのちょっと話をするから諸君聞いてくれ。な。さて、万病の諸君よ。万病？とにかく諸君よ。な。諸君は今から野球をやるんであるから。しかして、諸君は十分に野球を上手くなってもらいたいであるぞよ。なんだか大本教みたいなのあるぞよって。まあ黙ってろよ。そして何時らは、何時ら、黙ってろ、演説中に何か言うな。何時らは野球をやる選手であるから、どうぞ育成ともにこの白髪の末までも。なんだか高砂屋みたいだな。黙ってろよ。どうぞ野球をやるんだからな、仲良くやろうではないか。ヒヤヒヤヒヤ。で、ヒヤヒヤじゃないよ。すぐ始めるぜ。野球これでできんの？みかんで間に合わせにやっちゃうんだよ。本物の周りかよ、おめえ。金は高いしさ。ね、ぶつかりゃ怪我でもすりゃ死んじまわなくちゃなんねえ。みかんなら当たっても痛かねえよ。みかんは当たってる方がうまいよ。いえ、うまいまずいじゃないんだよ。じゃあ、ペッチャー、ペッチャー、お前にこのみかん渡すからね。これ持ってもう少し向こう行ったってな、真ん中のとこ行って。よし。それからキャッキャー。えい。お、キャッキャーね。そこであの、
その赤ん坊の布団をお腹にかけてね、首かけて、それからそのお面かぶって、で、その手袋はめて、そこにしゃがんで、で、これが一番の曲がり、一番の曲がり角、どこ行ってんだよ、早く出といてよ。二番の曲がり角、三番呼ば。いいか、みんな揃ったか、ショートケーキ。それから芸屋、芸屋も揃ったか、バッタ、バッタないか、ボーボーって言ったか、ボー持って。何を？よし、釣り込み。釣り込み？ちょうどいいや。じゃあ、そろそろ始めるぜ。じゃあ、クレーボール。さあ、クレーボールだよ。さあ、おい、ペッチャー、ペッチャー、みかんこっち放って。何よ？もう食べちゃった？おい、早すぎるよ、おい。まだやらないうちに食べちゃうやつあるかよ。次のみかん。さあ、ただ放るんじゃないよ。ただ放っちゃいけないよ。ちょっと、モーションってやつつけるんだよ。手を回して、カップルのように回して。カップル踊るんじゃないよ、ジレって。な、あんなとこでカップル踊ったってしょうがないじゃねえか。まっすぐ放って、さあ、バッタ打てよ、バッタ打てよ、アペッチャ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 、まっすぐ放って、まっすぐ放って、さあ、バッタ、バッタ、バッタ、ガンと打て、ガンと打て、目、目、目な、どうぞ、目な、うたんべえバッタだな、一番バッタすげえぞ、ヒット振ってあのぐらい当たるんだな、ええ、まあ、自慢じゃございませんけど、けどおめえ、ここでバッタ打ってしょうがねえやな。打ったんなら早くランナーになれ。え？ランナーになれ。なんで？向こうの回り角行くんだよ。回り角行くんだ。おい、さっきはみかん取って放ってやれ。あ、みかんのが先行ってやら。おめえアウトだぞ。おい、バッター。おめえアウトだぞ。え？あっちアウトですか？え？ありがとうございます。え？俺たちも男になりやした。バカ野郎。アウトになった男になるやつあるかい。